はい、こんにちは。今回はいつもとまた違った視点からベルセルクを掘っていこうと思います。今回のメインテーマは映画。三浦先生はよくインタビューでベルセルクを作る際に様々な映画から影響を受けたと語っています。元ネタを掘ってみたら意外と面白い事実が明かされるんじゃないでしょうか。映画のネタバレは多少出てくるとは思うのでご注意ください。それでは行きましょう。ベルセルクに最も影響を与えた映画といえばコナン・ザ・グレートではないでしょうか。この映画はロバート・E・ハワードというアメリカの作家が書いた英雄コナンという小説の実写化で、70年代にはマーベル・コミックスから出版され世界的に認知度が高い作品です。ちなみにコミックスの絵を描いたフランク・フラゼッタというアーティストの油絵的な絵に強い影響を受けたと三浦先生は話しています。フラゼッタの絵めっちゃかっこいいのでぜひ検索してみてください。英雄コナンの実写化は3つあるんですけど、今回取り上げるのは1作目です。この映画の中心にあるのは両親を殺された主人公コナンの復讐劇。冒頭から主人公の目の前で母の首が跳ねられるんですけど、最初から衝撃です。全体的にバイオレンス描写もあり、決して子供向けではないダークファンタジーの世界観が繰り広げられます。主人公コナンが己の体と剣だけを信じ生きていこうとする姿もどこかガッツっぽさがあります。奴隷の身から抜けた主人公は広い荒野に出てすぐ狼の集団に襲われ、拾った剣を使って彼らを退治する場面があり、ここもまさにベルセルクでも全く同じシーンがあります。またベルセルクの一番最初、焚き火の横でガッツと女性が愛し合う中、使徒化した彼女をガッツが倒すという衝撃的な場面から始まりますが、これはコナン・ザ・グレートでも似たシーンがあります。映画では使徒ではなく闇の狩猟が女性に取り付いていましたが、既視感ありすぎでしたね。何よりも映画の後半、重傷を負った主人公を闇の世界に連れて行こうと狩猟が襲ってくるんですけど、この狩猟のデザインや演出がベルセルクとよく似ていて、こういう細かい部分を吸収して三浦先生がベルセルクを作っていたことがよくわかります。映画の中盤では蛇を信仰する教団が出てきたり、女性を大蛇に捧げたりと、また細かいんですけど、ベルセルク18巻で開かれるサバトで人間の体の一部が入った謎のスープが出てきますが、これと同じものがコナン・ザ・グレートにも登場します。ベルセルクでは恐怖の対象として印象深く描かれていましたが、映画ではナチュラルに出てくるのでシュールでちょっと笑っちゃいましたね。とまあ以上が分かりやすいポイントなのですが、ダークファンタジーとしての全体的な骨組みを三浦先生はこの映画を参考に構築していると思うので、コナン・ザ・グレートは特に重要な映画と言っていいでしょう。次はベルセルクにおける傭兵の描き方に大きな影響を与えたであろう映画、グレート・ウォーリアーズ。この映画は1985年にアメリカで公開されましたが、日本では未公開。現在はレンタルや配信サービスなどで見られるので、興味ある方はぜひチェックしてみてください。時代は16世紀初頭、イタリアのある都市。映画は戦争に勝った主人公傭兵団が雇い主に裏切られるところから始まります。傭兵団のリーダーであり、生きるためならどんなことでも行うカリスマ的主人公マーティンを、ブレードランナーのロイ・バティ役で有名なオランダ人俳優ルドガー・ハウアーが演じています。三浦先生曰く、当時のリアルな傭兵団の生活やその雰囲気を作るためにこの映画の主人公たちを参考にしたとインタビューで言っています。高野団で言うと、特にコルカスなんかはこの映画に出てくる傭兵の雰囲気と似てるんですよね。酒や女を好み、力のあるリーダーに素直に従うリアルスティックな傭兵であるコルカスは、人格者が多い高野団の中でも最も地に足のついたキャラのように思います。コルカスの小物感があればこそ、高野団が実在感を持った一傭兵団として見えるんじゃないでしょうか。よく考えると、彼以外の高野団リーダーはみんな良識がある人ばっかですので、実際にこの映画に出てくるキャラの大半は私利私欲にまみれた人間ばかりで、お互い腹の中から通じ合ってるようには見えません。利害関係がなくなればすぐに崩れてしまう脆い傭兵団集団がリアルに描かれています。
番ヤバかったのは予想外のペストの使い方ですね。いやあれはほんときつい。もちろん容赦ない暴力やめちゃめちゃ残酷な場面も出てくるので、グロ耐性がない人はきついかもしれませんね。まあブレスルク好きだったらいけるか。ベルセルクが他のファンタジー作品とは一線を画する要素といえば、丁寧な宗教描写ではないでしょうか。断罪編で描かれる信仰や魔女狩り、またその雰囲気などは一つの映画を元にして作り上げられています。それがバラの名前。これ原作は結構有名な小説なんですよね。物語は主人公であるカトリックの修道士とその弟子が、ある修道院で起こった不可解な事件を解決するために謎解きをしていくという推理ものになっています。シャーロック・ホームズとワトソン方式ですね。師匠であるウィリアムと弟子のアドソン、して二人の会話によって物語はスラスラと進んでいきますが、映画全体は暗く不気味な展開ばかり。内容としては信仰の恐ろしさについての映画であり、実際ホラー映画とも見まがうほど怖いシーンがあります。モズクスが行っていた五体投地の朝来や、自身の体に鞭打ちする敬虔な修道僧なども出てきます。また塔の上からゴミを落とし近所への寄付に回す場面と、細かいところにベルセルクでも見られるシーンが多く出てきます。あとこれはあくまで予測ですが、この映画に出てくる修道僧は顔の形に特徴のある人が多いんですよね。モズクスの記憶に残るデザインもこの映画からの影響もあるんじゃないかと思います。三浦先生はインタビューで、信仰のある凝り固まったキャラを考えた際、あのような四角い見た目に落ち着いてしまったと言っています。映画でもモズグスとまでは言いませんが、四角っぽい人出てくるんですよね。映画の中盤には異端審問会が登場したり、モズグスと同じ服装をした聖職者も登場します。映画の後半では邪教徒と判定を下された人物と魔女と決められた女性が火炙りの刑に処される展開があり、松明を持った多くの信徒が処刑を見守る場面はとても大掛かりで見応えがあります。三浦先生がこの映画を参考にして宗教を作品に取り入れたということで、バラの名前はベルセルクにとって重要な一本と言えるでしょう。今回挙げた映画は全部何かしらの配信で見れるので、面白そうって思った人はチェックしてみると新しい発見があるかもですね。ベルセルクと映画の深いつながりについては実はまだまだあります。また近いうちにその動画も上げようと思っているのでお楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。